まあ言う。この野郎いつも言ってんだよな。かわいい。あ、どうしよう、こんな可愛くて。朝ですね。はい。じゃあちょっと飯を作りますか。あ、伸びするぞ伸び。可愛いんだよこれがね。まだご飯できないよ。どうしよう。俺より先に眉死んだら、まあどうでもいいけどね。さてさて何しますかね。魚もあるね、これ。塩サバだね。塩サバちょっと焼きますか。塩サバと、イカがあるよね。イカは、イカ、焼かなくて。鶏があるよね、これ。鶏肉がある。鶏肉に、これね、鶏肉はね、フライパンでやった方が好評なんで、そうします。昨日もう飲んだからさ、ちょっと。具合がり。これ大根だよ。大根味噌汁しよっか。まあね、あの味噌汁に困るときは大根。大根かキャベツね。味噌汁に困るときは。まあ、大根とこれ入れようかね。これは、かぶらですね。かぶらと大根でしょ。かぶら大根パやっぱね、ちょっと明るくなってきましたね。どんなもんかいな、人生ってのはそういうもんよな。あれ、お魚焼き気がねえな。あったあった。まいちゃんのご飯を作んなきゃいけないね。これまいちゃんのご飯にしようか。これね、魚ね。今日は魚です。まいちゃんのご飯は、よいしょ、まいちゃんのご飯。これ刺身ありますって書いてあるけど、昨日あの飲みに行きましたんで、よく飲んだ、よく飲んだ、本当によく飲んだ。まあいいけどさ。今日はね、どんな飲んでもやっぱり余計ご飯作らないわけじゃないでしょ。それがね、やっぱなんていうの、人生の辛いとこだよね。手羽先はね、あんまり好評じゃないんですよ。ちょっとアップなってたな。手羽先はね、ちょっと不評なんですよ。ここで焼くと不評。塩サバは、これはなんか、こんな、これはあれだよね。多分3枚100円。安い店があるんですよ、スーパーね。本当スーパーは、安さ爆発だしね。このスーパーは安さ爆発なんだわ。ドダーン。まああんまり魚食わないんだよな、最近、うちの娘。うちの奥さんも食わないしさ。そんな魚嫌いか、お前らって思うんだけど。なんかもう魚だけでもういくらでも酒飲めるよね。いや、まあ酒はいくらでも飲めるの、普通。いや、それは魚とは関係ねえろ。はい、じゃあ焼き前始めましょう。いっちゃん最初に焼き前ね。はい、5分ね。10分かかりますから、魚はね。これはほらカレーにしてね、母さんまだちょっと残ってますね。これしまかないためですね。で、まいちゃんのご飯をどうするかは、キャベツですね。キャベツ刻んでやります。こっちは古いキャベツですから、古いキャベツを入れて、甘さから入れて、ちょっと憎いじゃないですか、バンガーね。犬にこんないっぱい中に乗るやるってすごいよね、確かにね。どうしようかな。何しようか。魚はどれ、豚のバラ肉がちょっと残ってるんだよね。これ入れてやろう。贅沢だよな、本当に。うちのまいちゃん、もう同じものを食べてるからね。全く同じものを食べてるからね。全くと言っていいぐらい同じものを食べてますから。
っぱりいいことだと思うよ。生態系って何なのってね、食物連鎖って何なのってことをちょっと考えさせられましたね。どんな食い物いいんだろうかって思って、いろいろ調べたら、結局、その犬って、犬というコロニーの中にあるいる細胞と私たちっていう、人というコロニーの中にいる細胞っていうのは、多分細胞レベルだけ、ポンと細胞だけ見たところで、区別つかないはずなんだよね。区別つかないと思うんだ、俺は。それは生物ってもんでしょ。私たちがその生命ってのを区別してるのってのは、あくまでこのこういう形になった時だけだから、そうするとじゃあ何なんだ生物、生命って何なのっていうことがね、常に出てくる。それで定義されなきゃダメですよね。すごく複雑で難しくて面白いスリリングな体験ですね。スリリング、スリリング。だからこうやって食べるものを作ってやるとうまいもん、まゆちゃんのご飯おいしいもん。俺が食ってない、いつも味見するけどね。あ、お前バカじゃないかって言われるけどさ、それ逆よ。犬と人間ってのは、犬と人間だけあらゆる生命ってのはほぼ何も違いがないわけだからさ、今流行りの何とかウイルスとかなんかもさ、あれも本当にいろんな人の論評とか見てるとバカだなこいつらと思うよね。人間ウイルスが人を殺すのがどうのこうのって言うけど、ウイルスは何も意識なんかないんだからさ、ただ単純に自分を増やしてるだけだから、細胞のレベルでいけばさ。それで私たちは人間っていう形のなんていうのコロニーを持ってるけど、そのコロニーがちゃんと機能不全になっちゃうわけでしょ。それを そんなになんか、それをそんなに悲劇的に扱うなよっていう悲劇だけどね。コロナウイルスには罪ないんだよいや、それはちょっと言い過ぎでしょうねえ。何なんだろうね、一体ね、あれね、こういう私たちのそういう、どう考えればいいんだろう、その生命ってさ、すごく考えるね。ほら、美味しそうだろ。これ、まゆちゃんのご飯だからね。今日は豚のバラ肉入れて、その上ちょっとこれも入れてやろう。これね、あ、入れねえ。このぐらいにちょっと入れてやろう。結構ね、このなんていうの、株の菜っぱってさ、アクが強いからよく見てやらないと美味しくないね。で、人間に美味しいものをやっぱり犬にも食べさせなきゃいけないね。美味しさっていうのが、そのなんていうの、体のニーズだよね。うん、難しいんだわ、すごくね。で、抽出とか、抽出に濃縮か、私たちってのはすごくそういうの食べ物を作るときにそういう工程を通っちゃうけど、それがおそらくは僕はあんまりよろしいことじゃないと思って。お、今日の塩サバはどうだ。もうなんかちょっと鮭もうまそうじゃろ、うまそうじゃろ、魚な。相当うまいよ、この魚。あそこのお店の魚なんだけど、最高だよ。で、どうしよう。もう死んでもいいよ。あ、やっぱ、これちょっとね、これね、フライパンでやった方が美味しいかもしれない、これね。味噌みりんだね。鶏の味噌みりん。鶏の味噌みりん。やっぱ、3つぐらい使っちゃいますか。
公園って弱火でずっとやじりじりってやるんだけど、これって結局どういう調理になんだろうね。不思議でしょうがないよ。いや不思議でしょうがないってもんじゃないけど、美味しいからね。じっくりと煮つけるわけでも焼くわけでもない。煮つけるわけかな。もうちょい弱火にしとこう。中火の下か弱火だね。これで多分美味しいです。大根の味噌汁だね。大体味噌汁があるともう昼まで随分持ちますよね。いろんなね、うちの奥さんは大体この味噌汁と何だかんだちょっと細いおかずがあるとそれをパクパクと食いますよね。カブのはね、足がすごく速い。もうこんな色になってきたでしょ。こんな色ね、水がすぐ抜けるの、なんで面白いよね。確かにね、ちょっとこのぐらい捨てちゃいますか。まいちゃんやるか。はい、まいちゃん。このね、カブナはね、葉っぱはやっぱりアクが強いんで、よくちょっと長めに茹でた方がいいね。はい、パこれね、無駄な感じよりはやっぱほら、うまそうだ。ほら、うまそうだ。テテテンテンテテテテテテテ、ほら、うまそうだ。ほら、うまそうだ。もうこれだけで美味しいからね。これ人間食ってもいいよ。キャベツと焼き鮭汁だね。焼き鮭、豚バラも入ってますね。ちょっと味入れてやった方がいいかな。あ、美味しいね。うん、ちょっとしょっぱい方が美味しいけどね。こんだけいいでしょ。はい、じゃあもうちょいちょっと弱火でずっといきましょうかね。こっちは始まりましたね。鶏皮がね、こういう風になってて、鶏皮がこう油がね、落ちていきますからね。落ちながらゆっくり、もうちょい弱火でね、こんなの温めるぐらいでいいですからね。そうするとすげえうまいから。こっち側はあと2分だね。あ、これはすごくいい。この焼け方はいいよ。これ安いお店で買ってるくせに、なんでこんなにいいの。中火した後3分、4分、4分、5分しようか。中火で5分、そんなもんでいいでしょ。これはもう全部ですよ。最後に出たナッパの味入ってくればね。ああ、美味しそうな香りだ。うん、はい、じゃあまいちゃんの出来上がり。次はじゃあこっちにね、味噌汁。大根の味噌汁はね、なんかちょっと香水大根だね。悪くない。このぐらいだね、この香水大根。この皮むいたやつと頭のところは明日まいちゃんのものね。なんか犬のご飯のために俺人生生きてるんだよね。だからじいちゃん生きてた時はじいちゃんのご飯と犬のご飯って俺が作んなきゃダメだからさ、これ大変だよね。家族の料理を作るってことの意味ってさ、すごい難しい。もう時代とともにどんどん変わっていってるんだからさ、これを一つ考えられないんだよね。同じものだと思っちゃ間違いじゃん。それは全く
違うものが成り立つんだって考えると、もう全く違うもんなんですよ。つまり僕らが小さい頃の家族の食事っていうのと今の家族の食事っていうのは意味が全然違うね。昔はお店で本当に食べ物売ってなかったから、それを考えの中から考えないと食事の意味っていうのは全く異なったものだからね。ちょっとこれ遠くから来た大根だね。水っぽさが少ないから水分量が少ないね。ちょっと残念。大根とかあのキャベツってさ、結局はあの水をキャベツっていうか食べ物は全般的にね、その細胞の中には代謝物を持ってくるわけですよ。だからそれがないとあんまり意味がない、あんまり意味がないっていうか別なものになっちゃうね。バブ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 、こうゆっくりと水から煮えていきますので、それでこうきのこを入れていきましょう。きのこもさ、こう入れる前にギュッと絞るか絞らないかで全然味わいが変わるでしょ。組織の中に水が入るか入らないかっていうか、あのこの状態をずっと維持するかギュッと絞って潰してしまうかっていうのがね。どうしようか、今日はこれも最初から入れちゃいましょう。普通ナッパは僕最後に散らすようにしてるんだけど、今日はそうじゃなくて、はい、もうちょっと強い方がいいね。こんなでうまそうじゃろ。水分をゆっくりゆっくり飛ばして焦げ入れてやるからね。お、もういいね、うまそう、うまそうじゃろ。今日はなんか同じ皿に乗せてやろうか。お前たち同じ皿に乗れや。お、うまそうじゃろ。はい、まずこのこっち割りで、よし、一丁割り、1兆あり、2兆あり、3兆あり、4兆あり、5兆あり、6兆あり、いや、あ、いけねえ、急いで入れなきゃ、忘れてました。こうやって薄穴を、もうちょっと残ってるのもったいない。これも明日まゆちゃんやろうか。食べる顔を考えながらね、こう下ごしらえとか全部しなきゃいけないからね、それを忘れちゃいけないね。食べる人と作る人と、まあ生産する人ってのは本当はいてね、あの野菜作ったり魚を煮たり、いや、ね、魚を取ったりするとね、そういう人たちがいて、初めて料理ってのは成り立ちますよね。最後食べる人までつながってるわけですよね。すごいつながり方だよね。これもうすごい、これ何この水の量、野菜の量っていうのか、野菜をこうゆっくりと温めていくと、水から温めると中にゆっくり温度が入っていくからね、なかなかながら煮えてるところにドズッと入れるのもまた料理方法だけど、そうじゃない方法もあるんでね。どっちがいいかはもう素材によるよね。もやしとか大根は僕はこうやって水から煮ますよね。今日はこの青いのがアク強い野菜なんで、しまいましたけどね。はい、手羽先、手羽先、おお、うまそうじゃん。じっくりじっくり、
こっちはから油、皮の方から油出ないね。ちょっと弱火でいいかな。ちょっとなんか油が欲しいね。油最初入れなかったからね。周りから入ってて、こうやった時にさ、電子レンジって熱がかかんなくなっちゃうからね。それがやっぱりちょっと僕はあんまり好まないところですよね。こうやってなんか温度を鍋と鍋の間のこう距離を空けて温度をね強くし、はい、調節する。ガーリックソルト入れてみようかな。ちょっと食感足りなげな顔してるから、ガーリックソルト。絶対気をつけた方がいいよ。ああやってやけどするからね。そうだね。何かやっても困る。暑かった今。いい音してますね。この焼き器はすぐ洗うぞ。運動世界的に広がるといいな。やっぱ俺バカ。どんな味が。なんか野菜がたっぷり入ってる。それからなるべくあんま沸騰させんで、おいしい。あふんもう抜けたね、油ね。で、味噌ね。味噌ちょっと多いかな。大根ってしょっぱみするよね。よいしょ。毎日やってりゃね、だんだん上手になるよ。とにかく料理は毎日続けることがね、何よりも大事。そうすると上手になるから、同じものをね、同じものを何度も作る。そして食べる人の顔を思い出すようにしていくとね、すごくいいですよね。そうするとだん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 その人に合った食事ができてくるよね。お、マイさん来た、びっくりした。まあいいや、ガラッと煮立ったら終わりだ。はい、OK。これ最後。おー、よう、傷んでるね。あー、後ろ焦げてるね。ちょっと熱強かったかな。こうやってやるとね、こうやってやると、スコッと取れるでしょ。うまそうじゃろ。まあ、ちょっと生っぽいから。そんな、うまそうだろ。
それも、これもそうじゃろ。こうやっていいんだな、こういうやつは。味噌とみりんで肉がすごく柔らかくなってるからね、美味しそうですね。肉がないとね、やっぱお腹いっぱいにならんからね、人間ってのはね。はい、今日は魚とお肉、焼き鳥は後でも食べますよ、刺身まであります。はい、ということで、皆さんも美味しい朝ごはん作って、昼も食べて夜も食べて、酒飲んで楽しく人生生きるじゃございませんか。じゃあね、バイバイ。